何このドア。はい、軽音部へようこそ。うわ、昔の私だ。懐かしいな。てか、若っ。軽音部のラジカセ。さあ、お届けした曲、どっから行ったっけ。ドーン、プリントロックそれからシードラザビービズミー、パットマークリーンとスコッティ、それから2人だけのデート、ベイシティローラーズ、そしてダンシングクイーンアバーをお届けいたしました。どの順番だったかなと思って、あのビートルズとかそういうのはとりあえず外しましたいつも、ビートルズが初めなのかな。自分での、洋楽始めはでもやっぱりこの辺だと思うんだよね。ベイシティローラーズとか、あとは、シェリル・ラッドとか、まずその辺だったと思うんだけども、オリビア・ニュートン・ジョンはそんなに聞かなかったけど友達が聞いてたかなとか、そんな感じの辺だったと思うのね。でそこにこうビートルズとかあのキスとかが混じってくるので、その辺はとりあえず自分のからは取り除きました。取り除くとこんな感じが残って、まあ、やっぱりアバだよねみたいな感じなんです、はい、そんな感じでございます。さあ今日はかけられない曲がいっぱいありますいっぱいリクエストが来てて、いっぱい書きたい曲もあるんですけども、時間がなくて書けられないのは山ほどあります。はい、なのでその辺はごめんねまた今度って言っても多分無理だからその辺はごめんね。まだほら来月とかもさ、来月はないかな、12月だからいろんなのやるから、とりあえずほらね、毎月洋楽とかあるからさ、ちょっと待ってねメールいきます、洋楽はじめ、これは焼きそばさん。私が初めて東京ドームに行ったのは野球の試合ではありません。野球と見せかけてコンサート、キスでした。しかもメンバーはポールとジーン・シモンズ、エースピーター・クリスのオリジナルメンバーで、これも洋楽はじめになりますかね。ところで三河坊部長、職場復帰が決まりました。おめでとうございます。いや、やっとだね焼きそばさん、よかったよかった。この番組の放送中は忙しくて聞けないかもしれませんが、しっかりやらなきゃ。いや本当にもう1年近くだもんね。そっか、よかったよかった。私も東京ドームに初めて行ったのはアリスのコンサートでした。 あれは後楽園球場だでした。ありがとうございます。曲はかけられないからね、いくよ。しおちゃんすいません。洋楽はじめ、初めて買ってもらった洋楽のアルバムはアバ、多分6年生頃かな。だから同じ年だとやっぱりね、この辺近いです。お友達でお兄さんお姉さんがいらっしゃる人はみんなビートルズにハマってましたが、あいにく一人っ子よく遊びに来てくれたいとこたちがビートルズについて熱く語ってましたが、ハマらなかったです。私も一人っ子なんですが、中学校の時の彼氏が聞いてたのでハマりましたそれはいいか受験勉強の時に深夜ラジオを聞くようになり、確か谷村新司さんの出ていたヤンタンにあった空耳アワーっぽいコーナーでいろいろ聞くことがあって、その辺から逆引き的にちらほら聞くようになったんだと思います。未だによく覚えているのはクイーンのアンダープレッシャー、これは多分前にこちらの番組へあったあったお手紙で書いたことがあるような、あるある、犬ババ犬ババ犬ババのババペロあったあった、これ前ね、そうだよね、に聞こえるところが秀逸でしたね。それから大学に入るとチワワに似た彼氏がクイーンにハマっていたこともあって、犬系が好きなんだよね。私もよく聞いてました。で、早くお手紙書きたかったんですが、バタバタしていて、またギリギリ皆さんのお手紙楽しみにしていますという、しおちゃんのリクエスト、クイーンの犬ババ犬ババだったんですがごめんね、犬ババ犬ババじゃないよってちゃんと曲名言ってやーさん、三河坊部長、全国の軽音部員の皆さんこんばんは。今週のテーマ洋楽はじめ、ラジオ番組のテーマソングや CM、 映画の主題歌、ゴーストバスターズで耳にしたことがあるのは多々ありますが、私が英語を歌ったのは中学2年生の音楽の授業で習うスカボローフェアからですかね。うん、ちょうどその頃 3M のラジオ CM で
学校で習ったスカボロフェアとは違う曲調でスカボロフェアって歌ってるので、同じ歌詞別物どっちやねんと 3M のラジオ CM ロングバージョンを毎週聞いてはうんうんうなっておりました。あれは何なんでしょうかね。誰か知ってる？わかんない、私わかんないんだけど、ちょっと誰かこれ解いてください。よろしくお願いします。ヤーさんのこの悶絶するようなうなりを誰か答えてください。ねえ、なんだろう、気になるな。藤下ひろとら、三河坊部長、部員の皆様こんばんは。本日のテーマ洋楽はじめ、幼少の頃は親戚の家にあるモジュラーステレオでねだって毎回かけてもらうのはリトルリチャードのジェニージェニーでした。子供のくせにジェニージェニーか、すごいな。4曲入りの EP サイズのドーナツ版みたいな特殊レコードでした。ラジオとかでしっかり聞き始めたのは BCR のサタデーナイトとキスのデトロイトロックシティでしたね。小学校6年生の時、タータンチェックの大旋風と悪魔のメイクのロックバンドに狂気乱舞してました。どちらかというと女の子、女子受けのいい BCR より悪魔の化身火を吹いたり血を口から流したりするビジュアルにキスをしてました。ガキだったんですね。感想のギターソロは今でもかっこいいなと感じますというね。デトロイトロックシティ、私もこの辺だった。ベイシーローラーズとか聞いてたけども、なんかの瞬間にキスはちょっと入ったね。キスは入ったんだけども、結局ビートルズに行っちゃったっていう。中1の頃はキス聞いてたかな。うんですね、はい。さて、これはじゃあ曲をかけようね。ちょっと待って、これはね、このところ体のあちこち痛い痛いってジム継続しなきゃダメだよ。痛いんだよ、痛いわけよ、ね。三河部長ワンバンコ、闘技師のマンボ、ね、アネットヘブンとかトレーシーなんちゃら、それはエッチな用が、うん、わかんない。中学3年の頃かな、ノーランズのダンシングシスター、隣の席になったボーイッシュな女の子アララが、アララさん、休憩時間によく口ずさんでて、曲にも彼女にも興味を持ってしまった。ただし未だに英語の歌詞がダメなので歌えないのが残念無念。アララって、私も高校の同級生にいて新井さんだと思ったんだけど多分。でリクエストダンシングシスターなんですけども、同じノーランズのリクエストのこっちの方に行きます。三河坊部長歌ってくれって言うから却下ね。GPZ900R のたっちゃん、初めて買った洋楽はノーランズのダンシングシスターです。苦手な英語も勉強して歌詞の内容も分かるようになりました。うん、一応英検で準2級の資格持ってます。うん、で、ダンシングシスターかと思いきやリクエストはノーランズのセクシーミュージックをお願いしますということで、じゃあそちらをお届けしたいと思います。今日はね、駆け足でいくからね。いつもだけど、いつも駆け足だけど、さあ、これはハロー86番のタカ子よ。タカ子のちょめちょめ話。ちょめちょめ話ってなんだこれ。あ、洋楽ね。チェリーボム。シャイだったタカ子はぶっ飛んじゃったわ。ではごきげんよう。今夜も会議で聞けない、聞けないくせに爆弾落としてくね。チェリーボムだって。ありがとうございます、高子ちゃん。ね、これはコータ88。え、コータ、これコータパパらしいよね。88じゃなくて。僕の洋楽始めは何だろう、考えていたのですが思い出せません。おそらくビートルズだろうと思いますが、スパイダスやオックスあたりが歌っていた和訳したビートルズやストーンズを歌っていたのをそのまま覚えていて、その後本家を聞いたのだと思います。なので本家はスパイダースやオックスかと思いましたが、あるいは平尾正明さん、ミッキーカーチスさん、山下圭次郎さんあたりのロカビリーでプレスリーやポールアンカーを体験したのかもしれませんね。ではではというね。コータパパ。だコータのお父さんなんだろうねきっと。多分ね、コータパパよくいるよね、なんとかママとか。パパだったのか、88か8080かと思ったよ。コータそういえばあれだよね、安藤さんのステッカーのが当たらなかったら
ハズレの三河坊部長のステッカーでもいいのでとか言って言ってメールよこしなかった閉めるありがとうございます。それから、これはねカレーパンちゃんリクエストかけらんないんですがデビットボーイのシェイクイッツごめんなさい。三河坊部長 V の皆さんこんばんは。自分のお小遣いで初めて買った LP レコードはボーイ様のレッツダンスでした。レッツダンスね懐かしいね。中1の時でした。 FM ラジオで洋楽を聞き出してバキュンときました。90年代に一度だけ来日公演に行くことができました。へーデビートボーイの行ったんだすごい。そっかありがとうございます。かけらんないんですがごめんなさいごめんなさい。それではこちら、部長こんばんは。自分洋楽を聴くようになったきっかけは小学生の時モンキーズショーが再放送されてされてたされてた。なんとなく見始めたらハマってしまいレコード屋さんでデイドリームビリーバーのシングル版を買ったのが始まりです。これはね見てたね学校から帰ってきてね。その後小遣い貯めては LP レコードを買い再発になったアルバム全部持ってました。清志郎さんのカバーバージョンが某コンビニの CM で流れてるのを聞くと懐かしく思い出します。なるほどね。ロビタラジオネームロビタリクエストデイドリームビリーバーお届けしたいと思います。さモンキーズデイドリームビリーバーお届けいたしました。ゴロッチさん、洋楽始めは母が好きだったハンク・ウィリアムスかおばが好きだったビートルズかどちらかが先かは覚えてません。ただ母曰くミッシェルビートルズを3歳で口ずさんでいたらしいですねえずっと聞かせてと子供ってこうなるんでね。うちの子供もオールマイラビングをずっと口ずさんでましたね。小学4年生からラジオ聞きおじがエアチェックしたカーペンターズを聞いてたなんて話はどうでもよくやはり中学に入学したばかりの体験は絶対に書きたいのです。うん。福生第一中学校は長蘭凡胆おっかない先輩ばかりで放送委員会もそんな先輩がわんさかいましたがその先輩たちが持参するレコードのラインナップがすごかった。うん。キスクイーンチェッペリンパープルは当たり前にお昼や下校時かかりました。すごいなそれはすごい。忘れられないのは体育祭の予行演習雨で途中中止になり生徒や先生が校舎や向け引き上げる時にかかってた愛称のヨーロッパサンタナあの光景は今でも忘れられないです。そんな環境にいたからこんなやつこんなやつって長くなりましたってね。ゴロッチさんありがとうございます。ゴロさんこの間なんか書いててあのしはと思ったんだけどゴロさんが書いてたんだと思ったな違ったかな。リスナーファーストで僕はこれからもって書いてあってえリスナーファーストなのかって私だけかで他にもそういう風なことを書いてたDJ さんがいて焦ってあれ私は思いっきり DJ ファーストだけどいいのか昭和だけどいいのかって今そのままこうまあそのままでいいかって今更変えてもどうしようもないからこのまま行こうって思ってますけど今のご時世には向かない私なんですが五郎さんありがとうございますどんな流れだよってね、どんな流れですか。ザクロちゃんです、オリビア・ニュートン・ジョンジョリーンが初めて、うん、小学6年生の時親友の部屋に毎日入り浸って好きな人の話なんかをしていた頃アコーディオンカーテンで仕切られた親友の4つ上の高校生のお兄さんの部屋では名残雪やいちご白書をもう一度懐かしいねフォークソングがかかっていました。うん。フォークソングや洋楽がかかっていました。私は桜田淳子や岩崎宏美やキャンディーズなど明るい恋の歌が好きでしたがオリビア・ニュートン・ジョンのジョリーンは衝撃的でした。なるほどねそうだね。レコードを買ってグリースを見たりザナドゥやフィジカルも大好きでしたがやはりジョリーンは別格で今でも歌声を聞くとゾクゾクします。でリクエストジョリーンこれはかけよう。ちょっと待ってこのミックスでいこうかどんどん読むよ。金堂ちゃん金堂ちゃん三日ブーちゃんブーちゃんじゃないわ三日ブーちゃんじゃない部員の皆さんんちゃ課題は洋楽始め先週のツイートでつぶやいたけど長いわよ。長いのねうちはラジオがいつもついてたから子供の頃から洋楽は耳に入ってた、洋楽を意識しだしたのが小学校6年の時一つ上のいとこが夢中になってたベイシティローラーズやっぱ世代が近いですな。その後中学の時に12チャンネルでやってたおはようスタジオからおはスタでは結構洋楽を紹介してて BGM なんかも例えばコーナーの始まりのジングルにブロンディのコールミーを使ってたりモンキーズのリバイ
リバイバルブームもおはスタがきっかけだったのよ。あ、そうなんだ。そうそう、中学3年の時に隣の席の女の子がビートルズ好きでね、その子と話を合わせたくってしっかり聞いてたし、ね、入り方が私と大して変わらないですね。高校時代になると自分でバイトしてラジカセ、ステレオとオーディオが充実すると聴く曲の幅が一気に増えたわよね。うん。FM 東京の土曜の午後は後世化粧品火曜ベスト10からのダイヤトーンポップスベスト10と、あーったね、ゴールデンタイムだった。そうそう、火曜ベスト10の男性パーソナリティは宇宙戦艦ヤマトの音楽でも有名な宮川博士大先生だった。そうなんだ、こういうの知らないんだよね私ね。で FM、 NHK FM の夜のスクリーンミュージックも聞いてた。でそれに輪をかけて高校時代にお肉屋さんでバイトしてた時に、そのお肉屋さんが有線放送を流しててポップスチャンネルだった。最新の曲から懐かしい曲までごちゃ混ぜで、曲名が分からなくてもあの頃の洋楽って耳に馴染んだから意外とメロディーラインを覚えてて、ラジオで同じ曲が流れることで曲名とアーティストを目を覚えていったわね。なるほどね。でそれがクリストファー・クロス、アナザーページを初めて買いました。洋楽の初めてね。でレコード買おうとお店に行ったらカセットテープ版だとニューヨークシティセレナーデがボーナストラックで入ってるっていうのでそれを買ったという、ね、でその後トトとかビリー・ジョエルなんかも聞くようになっていくのでした。なるほどね。でリクエストクリストファー・クロス、ニューヨークシティセレナーデということで、じゃあ2曲続けていこうかな。 CM の前にこれミックスになっちゃいますが2曲続けてお届けしたいと思います。さあ後半どんどん行ってみたいと思います。これはね、冬姫先生、リクエストかけられないんだけどごめんね、音楽に好き嫌いはないのですがいつもぼーっと楽しんでいるので曲名を覚えてないのが私の欠点です。これちょっとわかる。私もこの仕事に就くと思ってなかったんで昔結構ぼーっと聞いてたから曲名とアーティストが一致しないとかもうザラにあってなのです。はい、別にこうガーって音楽を聞いてたわけじゃないのね、こうぼーっと聞いてた。これすっごいわかる。だからあもっとちゃんと聞いてちゃんとねレコードの中のやつをちゃんとこうやって読んどけばよかったなって思ってるんだけど時すでに遅し。ただ一つ洋楽始めではありませんがちゃんとタイトルまで調べたのがジャニス・イアンの Love is Blind、 恋は盲目ね、確かドラマの主題歌だったはず。1976年の坂口涼子さんが主演のグッバイママというドラマだったみたいです。はい、さすがにな、見てないけどだったそうです。ごめんなさい、かけられないですが、それから、三鴨部長、全世界の面白軽音部員の皆さん、まあ、一番全世界に近い方からなんですけども、ケラジバンは、V 番号2752、勝手に決めたラジオネーム浮き丸です一番世界に近い人、先週は本当にどうでもいいお便りを読んでいただきどうもありがとうございました。おかげで敏腕なリサーチ隊の手により千住河原町の友達が見つかりましたありがとうございます。あそこのお漬物屋さんは結構有名です、千住では。手紙を書いてみようと思います。さて洋楽始め、洋楽始めはスティービー・ワンダー、母が好きでよく車の中で聞いていました。でリクエスト I just called to say I love you スティービー・ワンダーだったんですが、これのサビの How much I care をハマシャケとわかるわかる、家族みんなで車の中で歌っては大笑いしていました。今思えば何がそんなに面白かったのかまあ平和でしたねって浮き丸ちゃんです、ありがとうございます。スティービー・ワンダーはね、代々木行きました。もうすっごい面白かったのが、結構若い頃だったので、こう目の前に外国人の方がいっぱい座ってて、で私なんかはその真後ろに座ってたんですけど、スティービー・ワンダーがなんとかなんとかって喋ると外国人の方がドーって笑って、私なんかはモニター見て日本語になった字を見て笑う、その笑うタイミングのズレがすごくおかしくて、あーここで英語と日本語の違いが出るのかって思ったのがすっごく印象的でしたね。ちょうどこの曲のあたりだったんですが、その頃、
代々木行きました。はい、かけらんないですがごめんなさい。お疲れ様です、松戸の M さん松戸の M ちゃん久しぶり。こちらも同じ年、お久しぶりです。寒くなりましたね。コロナもまた暴れだしたようで、遊ぶのにも気を使います。うん、洋楽初めてことやけど、私は意外やと思うけど、家になぜかあったビートルズのヘルプの LP、 小学生の私には衝撃でした。中でもデイジーミスリジー、へー、これがロックンロールなんだって思ったよ。もうずっと聞いてた。うるさいって怒られても聞いてた。洋楽始めでもありロックンロール始めでもありました。あらあら賢かった今は散々ロカビリーの親父なんですがね、この方。あ、そう、ビートルズだったんだ、知らなかったよ、ね。それから、あ、みちさん、リクエスト、渡辺真知子のリクエストいただいたんですが、これ今日はちょっと洋楽なんで、また今度で、また今度ないだろうって多分ツイッターで言われてるだろうけどね唇よ熱く君を語れ、これいいね。横須賀なんだ、渡辺真知子さん、知らなかった、ありがとうございます。さあ、曲をかけなきゃいけないからどんどんいくよ。これは誰、部員番号69 69、神戸のドテピー。テーマは洋楽始めですか。子供の頃おとんレコードが好きで、ダイヤトーンのでかいステレオとスピーカーとレコードがあり、印象に残ってるのがそのステレオでよくおとんが聞いてたサイモン&ガーファンクルのコンドルは飛んでいく。あー懐かしいね。ちなみに初めての洋物はめちゃめちゃ画像の悪い裏物のトレーシーローズのビデオです。聞いてねえわそういうのは洋物のビデオとか聞いてないからじゃあドテピーね、ドテピーのリクエストと、これは誰、トラック山ちゃん、ミカボ部長さん、面白いエロリンコ、軽音部員の皆さん、コナさん、民番は部員番号795番のご存知、あ、ご存知が入った、はい、トラック山ちゃんですよ、おまたさんでした。今宵もよろしくお願いいたします。自分が初めて洋楽に接したのはおじいちゃんがサッチモが好きだったので、幼い頃いつもおじいちゃんのそばでサッチモを聞いていました。フォーターワンダーワンダフルワールドはよく聞かされていました。この曲を聞くと富吉じいちゃん、富吉じいちゃんとか富吉じいちゃんとか縁起のいい名前だないやそんなことどうでもいいか思い出します。思い出の曲となりました。風には本当にお気をつけてお過ごしくださいということで、ルイ・アームストロング、バターワンダフルワールド、この2曲続けて、ちょっと壮大な2曲だな、続けてお届けしたいと思います。さあ、どんどん時間がなくなってきたいつもの通り、ビビビの太郎、今日リクエストかけられないくてごめん、毎週面白いお話ありがとうございます。面白い話してないぞ別に普通に読んでるわ、洋楽始め、初めて聞いたのは初めて聞いた、買った、見に行ったなどですが、小学校 1,2 年は毎週土曜日父に連れられ、土日父に連れられ、父の実家のある足花公園かなのお寺で説教を聞かされました。三鷹から足花公園の往復は父の運転する車で、車のラジオから洋楽ほかいろんな曲が流れてました。ですのでリアルタイムでビートルズもサイモン&ガーファンクルも今でも聞いてました。今でもビートルズのペニーレーン、アイコスはすべて、ゲットバック、レッドイットビー、サイモン&ガーファンクル、ミセス・ロビンソン、明日にかける橋、あーね、お車で流行していた時に聞いた覚えがあります。小学校高学年、中学生になって、ビートルズや S&G のこれらの歌はレコードを買いました。ビートルズは赤版と青版とサージェント、アビーロードでした。ちゃんとしてるやつ買ってるねまあいいや、ね、S&G はミセス・ロビンソンの LP でした。なるほどね。で、あ、ちょっと待って。で、リクエストが、レインボーで武道館に行きました。リッチ・ブラックモアがストラトでマーシャルのアンプ壊してました。これ行ったんだ。すごいね。で、リクエストでしたが、いろいろあったんですが、また今度ごめんなさい。ごめんなさい。バラバラ言っちゃったね。うるさいね。ごめんね。そして、市川くらしは洋楽始め、先輩から借りて夢中で聴いた CD は高校時代ね、アーハ
自分の意思で買った CD は30過ぎてから、それもビートルズの赤版青版、やっぱそうなんだな、基本中の基本ですよね。まあね、洋楽デビュー遅かったんです、知識も浅い、改めてビートルズの魅力に取りつかれ、アバやクイーンをよく聞いてます。葛飾 FM は磨かれたセンスのハイクオリティなリスナー様が大勢いて、洋楽もたくさんかかるのでとても勉強になります、という市川暮らし、ありがとうございます。そうか、そうなのか、いや本当にちょっとね、今ねバタバタしてます。読めないメールが、読めないメールがあります。今日の読めないメールは、八つがね、八つがねライス、それからすーちゃん、すだくさん、それからとものり、YouTube 行き、それからこれは誰、ラジオネームどれもアウトの J J、 いや今日はアウトじゃないんだけど、行ってしまいました、さよならです。それからこれはクーさん、ごめんねごめんね。それからこれはラジオネーム親島、今日は深夜の配送がなくなったのでツイキャスもお付き合いできますよ、よろしくどうぞってことでツイキャス行きになってしまいました、はい、リクエストもいただいたんですがごめんね。さあこれはタカツ、私の洋楽始めは BJ トーマスの雨に濡れても、幼稚園児の頃に聞いたと思うんだけど、でも多分これは映画明日に向かって打てじゃなくて、ピンポンパンのお姉さんの日本語歌詞、日本語訳歌を聞いた記憶なんだろうと思うんだよね。あ、そうなんだ。で次に記憶にあるのは、股間に直撃エマニュエル夫人のテーマあれはね、ね、よくわかんないけど、なんかこう、あーなんかそういう系なんだなって思った記憶がありますが、もうさ、茂みの奥が見たくて見たくて、なんだよ足組むんじゃねえよ、で初ライブのバンドはボンジョビ、今でも聞いてる。そういうわけでリクエストはエマニュエル夫人のテーマをよろしくねって、よろしくじゃない、これは、またいつか今度じゃなくていつか、ずいぶん先になっちゃった。これは出席届、朝焼酎ありがとう、初洋楽アバ、スーパートゥルーパー、ね、それから、私の同級生チェリーギさんこんばんは、今週もオンエア間に合った、今夜も栃木から聞いてます。ん？栃木にもリスナーさんが少しずつ増えてますよ、マジか、コロナやインフルエンザに気をつけてお過ごしください、ありがとうございます。持つべきものは同級生中学校の同級生、ね、それからじゃあ言っとこうか、来週の課題、いた、ぶつけちゃった、来週の課題、来週はね、こんなことが役に立つとは、この間ね、この間じゃん、昨日かな、うん、昨日見たテレビで80年代のアイドルのにハマってる人たちがいるらしいんです、なんかで、例えばほら聖子ちゃんカット昔のねをしてる人たちがこうしてインスタに写真を上げてる人たちがいるとか言って出てました、いろいろ、うん、で、ああそういう、それはちょっと違うスタイルじゃないかなと思いつつ見てたんだけども、私たちこのおばさん連中に言ってくれれば完璧な聖子ちゃんカットを作ってあげるのにじゃないけどもそんなとんでもない、別に今まで、あ、こんなのは大したことじゃないなって自分が散々やってきたことでね、価値があるか分かんないんだけども、あ、こんなことが役に立つんだなんていう風にすると、タイトルが長いので、こんなことが役に立つとはという課題で来週は募集したいと思いますちょっと話長かった、話が長かったね、長かったですが、そんな感じでお届けしたいと思います。さあエンディング、今日のエンディングですが、エンディングはラジオネーム SS109 のリクエストなんですが、フランキー・バリの曲だったんですけども、フランキー・バリの曲がなかったので、ボーイズ・タウン・ギャングなんですけどなんとなくみんな分かったよね、何の曲かね、分かったと思うんですが、
この曲でお別れしたいと思います。今週も部活動お疲れ様でした。あ、ちょっと待って、準備ができない。はい、危ない。来週も金曜日の6時軽音部でお会いしましょう。それではまた来週、さようなら。この番組は葛飾 FM 毎週金曜日6時から生放送中の軽音部のラジカセアーカイブです。生放送を聞ける人も聞けない人もチャンネル登録よろしくお願いします。インスタグラムやツイッターもやっていますので、説明欄からフォローお待ちしています。最後までご視聴ありがとうございました。